催涙社編集部の久保と申します。よろしくお願いします。今日は、フィギュー祭、総書フィギュー祭の記念すべき40巻目の編集バカという書籍を紹介いたします。著者はお三方、坪内雄三さん、名田谷昌司さん、内藤真子さん、3人の共著の形になります。編集バカです。この本の、まあ、キーパーソンというか、中心人物は、講談社で長年編集者をされてた名田谷昌司さんが、まあ、キーパーソンになると思います。この帯にも書いてありますように、32歳で週刊現代の編集長に抜擢されたという名田谷さん。で、その後、ペントハウスの日本版ですとか、あと国際室長とか務められて、まあ、とにかくいろいろな、まあ、書籍を世に送り出した方です。で、この、まあ、編集バカ本作るにあたっては、まあ、早稲田大学の、同級生だった映画監督の内藤真子さんが、まあ、仕切り役となりまして、このお三方でのこの共著という形になったわけです。定談では、批評家の坪内雄三さんが、進行係となりまして、名田谷さんと内藤さんの、一番こう活躍された70年代、その辺をこうじっくりこう引き出すような形で、定談が進められております。で、後半では、名田谷さんと、坪内さん、ごめんなさい、内藤さんのそれぞれの、時代の特徴的な話を引き出しております。で、特に面白いというか興味深いところは、まあ、これは、まあ、名田谷さん秘蔵の、写真を出していただいたようなところがあるんですけれども、その講談社での国際出張時代にシリアに、まあ、仕事で行ってた時に、たまたま、まあ、内戦っていうんでしょうかね、それが起こった時に、ゲリラが政府軍に捕まってこう処刑されたって、そのシーンを、まあ、スクープ写真として名田谷さん本人が撮った写真が、ニューズウィーク誌に載って、それで、まあ、写真の、その年の賞をいただいたというふうな、こういう秘蔵の写真も、掲載したりとかですね。その後、ペントハウス時代にいろいろ話題になった、ヌード写真で話題になった、人物との関係でこういろいろ他誌にですね、週刊新潮ですとか、フォーカスですとかにスクープされた記事とかも秘蔵のものが入ったりとかして、おります。まあ、多分おそらく当時の講談社あるいは、他社、大手版元の他社の人たちが見れば非常に興味深い内容になっているかと思いますので、ぜひぜひ、手に取って読んでいただければと思います。よろしくお願いします。